はい、男子コンテンツです。師匠、はい、もう終わったの？あれは何が？いつものセリフは終わったんですか？ああ、そうか何やって視聴者を置いてけぼりにして俺だけが成長して、弟子はついてきたかったらついてきたらいいよっていう、そういう男子コンテンツです。はいやっていきます。はい、もうすぐ忘れてしまうよね何言ってんねんと思った。それ忘れ、こっちですよ、こっちですよ。それ忘れ、あの男子のことについて、まあ、日々考えてるんですけど、うん、まあ、男子コンテンツやっていかなかなって、うん、打倒男子道なので、うん、あんなクソチャンネルを野放しにしてたらあかんなっていう言い過ぎか、いや言い過ぎじゃない、あんなチャンネルがあるからみんな間違ったね、男子に対する認識が広がり続けてるんやと思ったから、打倒ですよ、うん、少なくとも男子道の男子道さんが、男子道チャンネルが1万人以上いるので、うん、それを超えなければならないっていう、まあ、うちも6000人いるんですけど、実質男子に興味ない人ばっかりやからな、だからもう視聴再生数がうなぎ下がりになってるんですけど新たに入れ替えていかなあかんのでね、うんうん、何とか頑張っていかなあかんなと、はい、打倒男子道ですよ、うん、もうしょうもない、なんか男子は辛い、お酒を飲みたいけど我慢するとかいう、そういうねアホスタイルのね、男子のやり方はもうダメダメということで、日々考えたことを、言っていこうかなと思うんですけど、はい、パチンコ依存症とかギャンブル依存症ってあるやんか、うん、まあ俺もパチンコやってた時期があるからわからんでもないね、うん、弟子はパチンコやったことありますか？ないないよね、まあなさそうやな、うんうん、まあなんせな、パチンコに限らずギャンブル、うん、競馬もやったことあるけど、例えば競馬でかけるやんけ、この馬とこの馬みたいな感じでさ、うん、1、2とか1、5とか、うわーって来てさ、まあ、1、2に入ればいいわけ。だから1、2を勝ってさ、1番の馬と2番の馬が1着、2着に入ったら勝つわけやん。うんうんうん、でも1番、2番の馬がこう1、2で来てるときに、うわーってなるのよ、やっぱり。で、うわーってこう入ったときさ、当たったーって言うとき、やっぱりなんかアドレナリン的なもんが出んやろな。うんうんうん、気持ちいいし、興奮すんねん。うん、パチンコもさ、わーってやってるやん、ほんだら当たれ当たれって777みたいな、777って揃った時にさ、こうリーチっつってバーっと演出とかがあってさ、こい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 ってなって、バーって止まって777で止まったらさ、うわーってなるわけ、アドレナリンがバーって出んのよ。まあ気持ちええね。でお金も入ってくるし楽しいねんか、うん、まあそれに依存するようになっていく、うん、ギャンブル依存症、まあパチンコ依存症、まあ、今回はもうパチンコに絞ろうか、うん、ややこしいからな、はい、パチンコ依存症ってあるやん、それでさ、うん、パチンコ行ってさ、ずっとやっててさ、まあ、負け続けてお金なくなりますと、うん、でお金なくなってもまだやりたいから借金したり、うん、うわでもなんかな、そのさらけに走って借金してとかさ、俺のね知り合いでもそんなやつがおって、うん、結局いわゆる闇金、うん、知ってるやな、闇金牛島くん、牛島くん好きの弟子は闇金の怖さを知ってるやんな、うん、結局闇金にまで手出して、うん、えらいことになってた知り合いとかいるわ、パチンコにはまって、うん、マジで追い込みかけられとったわ、わ最終的にガンで死によったけどねガン逃げしよったけどねまあそれはええねんけど、うんうん、30代の頃にガンで死によったけど、うん、だからそんなことしてし、そんなことない、ガンで死ぬんちゃうと俺は思ってんだけど、まあそれはええねんけどさ、うん、それぐらいさ、なんかまあアドレナリンみたいな、そういうホルモン的なもんが、脳内麻薬的なもんが出るのは間違いないわ、俺も体験したことあるけど、うんうん、だからそれに依存してしまうやろな、楽しいからな、あの快感を忘れられ、当たった時の快感を忘れられないが依存症やんか、うん、まあ大体分かった、それで説明として、パチンコ依存症の感じ、はい、でそれはええねんけどさ、うん、で例えばその俺のガンで亡くなった闇金に金借りてまでパチンコ依存症になってたやつの話とか聞いて、例えばさ、うん、そいつが、まあ、パチンコでパチンコやめろやって結局な、あいつな、うん、ガンでほんまに体が動かへんくなるまで、うん、パチンコにはまり続けたわ、知り合いの金盗んで警察に捕まったりしとったよね、わマジでそこまで言っとったよね、そこまで依存症になっとったんや、うん、で結
局もうガンでも入院して外外出できひんできなくなるまでパチンコやり続けとったわあいつは。人警察に捕まった後ですらマジでそれぐらいやねん か今思い出しながら喋って笑けてきたけどさ、そういえばそうやったわあいつ。うん、で、まあ、罰が当たったかどうか知らんけどよ、それで癌になって、癌になってようやくやめれました、うん、あいつはパチンコ。だからそうなるまでハマっとったわ。まあ、俺は幸いパチンコに関しては、そうもならず、なんかアホらしいと思ってやめれたけどな。まあ、そういう意味ではあれやな。さっきやめた時と一緒かな。俺、パチンコ明確にもう、そんなにハマってなかったけど、うん。なんかたまに行くぐらいやったけどさ、行った時に当たったらやっぱり楽しいわな、うん、ぐらいやけど、まあ明確にやらないようになったのは忘れた。パチンコに関してはもう全然やってない、うん、何十年単位でやってないわ。いやなんやけどさ、うん、でな、何が言いたいかというと今日は、はい、でパチンコ依存、そのガンで死んだやつを A 君やったとするやん、うん、A 君やった、 A 君っていう師匠で、その A 君のその人生を見てどう思う？え？まあ、いきなりでっかい質問やけど。A 君の人生？うん。何が楽しかったんだろうと思ってしまう。でさ、いや、で、そのパチンコに関して、もし身内やったとしたら、うん、どういう？身内だったら？うん、まあ、嫁さんやったとしようや、仮に。うん、もうやめてってお願いする。だからやめろやって、それだけ。うん、だから。やめろや、なんか。で、うん、で多分みんな言うと思うね、周りも。俺もそのやめたらいいだけやなんて思うよね、それこそさ。うんうん、で、それでさ、もうまあ、あいつも後ろめたいとこあったから、そんなにそのことについては言わんかったけど、うん、多分、俺はパチンコやりたいんだって、たとえ警察に捕まってもパチンコやりたいんだ、パチン、だからパチンコちゃんや。パチンコちゃんが大好きなんだって言って、あ、パチンコちゃん擬人化しとけばよかったな。しとくわ。パチンコちゃんが大好きなんだよとか言ってさ、やめられないよって思ってたわけやんか。で、癌、うん、になるまでやめられへんかったわけやん。うん、でさ、それに対して、思うこと周りが、いや、やめろや。うん、しかなくね、うん、いや、知らんがな。こんな人のお金盗んで警察に捕まるまでになって、闇金にまで手出して、やめろや。しかない、しかなくね、うんうん、でも厳しいんや、多分そのパチンコ依存症に関してはみんな冷たくね、その、うん、いややめろやってしかないのに、なぜかさ、アル中毒水さんいわゆるアル中の人にはなんか優しくない、みんな、うん、なんか大変だねみたいな感じになくない、その男子堂とか見てても、うわ我慢してるんだね、大変だねとか言ってさ、なんか飲みたいんだよとか言ってさ、うん、飲みたい、お酒ちゃん、お酒ちゃんが忘れられないんだよとか言ってさ、我慢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 しなければならないのにつらないんだよとか言う人に対して優しくね。パチンコ依存症のやつに、いややめろ、死のごの言わずやめろ、今すぐやめろ、さあやめろって感じやんか、うん、多分世間的にはみんなそうやと思うね。ギャンブル依存症、お前何甘えてんねん、とっととやめろってみんな思うと思うねん、みんな言うと思うねんか、うん、それはもうアル中ですらそう言うと思うね、ギャンブル依存症の人見たらさ、まあ考えてみる、アル中でギャンブル依存症とか最悪やけど、まあそれ置いといて、なのになんかアル中に関してはさ、割と寛容じゃない、なんかお酒が悪いんだよねって、お酒が依存性がある薬物だからなんかやめられないんだよねって、それ医者も言ってるもんねって、アル中はそのお酒の毒性にやられて体が離脱症状とかあって大変だもんねって、なんか甘くねと思ってさ、うん、思わへん、なんか納得せへん俺の言うこと、うん、ギャンブル依存症やったら絶対そんなことない、なんかいやいやいや、やめろや、今すぐやめろって言うと思うね、誰でもな、いや知らんがな、そんなもん、以前いや、ドーパミンが出るとか、アドレナリンが出るとか、脳内麻薬とか知らんがな、そんなもん人に迷惑かけてるぐらいだったらやめろやって、みんな思うのに、お酒だけにはなぜか寛容なんですよ。なんでですかね。アホやからや。まあ、アホやからで済ましたら。でもなんとなく、うん、ギャンブルにはまるっていうのはなんか悪いことやけど、酒にハマ、酒っ
ていうもの自体は別にそんなに悪くないもんやっていう、その飲みすぎちゃってアル中になってしまうことが悪くて、酒そのものはそんなに悪くないもんだよみたいな風潮じゃないですかね、うん、分からんけどよ、うん、まあなんせその甘いんやっていう、酒ギャンブル依存症に対する評価っていうかさっていうことと、うん、アル中に対するアル中の人に対する言葉でなんかやっぱり甘さがあるなと思ってさ、アル中の方が、うん、と気づいた次第でございます、うん、それだけですだから何が言いたいかっつったら、うん、毒水さん、アル中毒水さんもさ、うん、そんな甘いこと言ってんと、ギャンブル依存症の人に対して死の子言わずやめろやって言うはずやね、徳光さんもよ、うんうんうん、それと同じやでってことや、だからお前らも死の子言わずやめろ以上です。はい